はい、えー、ポイント生活いかがお過ごしでしょうか私のね、ポイ活その5なんですけども、2部にわたってちょっとね、今回お送りしようと思います。前半ではモッピーの実績、そして後半では切り替えたポイントサイト、私のね、笑うという、こういったポイントサイトのお話をさせていただきます。まず前半部分なんですけども、今ご覧いただいているのがモッピーですよね。えー、モッピーは、えっ、ー、と、昨年の10月の 下旬に登録しまして、11月、12月と2ヶ月間の活動をしました。で、ちょっとね、メニューを開いてみますよ。で、マイページの方から見ていただいて、えー、こういう風になってますよね。だいぶポイント減りましたよね。もう全部ね、換金しましたんでね、だいぶ外に出すことができました。えー、ポイント明細で承認されたのが上からガーッと並んでいってですね、だいたい15万円分ぐらいになったと思います。えっ、ー、と、30件、えー、承認されましたね。 ちっちゃいのから1ポイント2ポイントがあるでしょうんで、数千ポイントってのもあったりとかして、いろいろあるわけですけども、えっ、ー、とね、ずっとね、あの、ペですかね、ペイペイに変えていって今使ってるんですけども、15万円分くらい移行しましたかね。えー、で、まだ判定中のポイントもあります。判定中のポイントが36,500円なんですけども、えー、私の場合はね、このマンションの個別相談っていうのが、 あ、ありますよね。これ受けたやつがまだ承認されてない。一体どういうことなんだってことですけども、時間かかるみたいですね。まあ、ビッターズの方は、あもう、必要事項をこなしてるんで、これもあと1ヶ月ぐらいで承認されるんではないかと思いますけども、なぜか36,500円がまだ滞留してます。これが出てくると、合計でだいたい20万円ぐらい、私は現金をゲットしたってことになります。えー、2ヶ月で20万なんで、まあまあいいでしょ。で、否認なんですけども、こうして見ていただくと、 いっぱい否認されてますよね、やっぱりね。ショックなのが光、英雄光なんですよ。英雄光の5万円が承認されてないんで、これね、問い合わせしてます、今。で、もしかしてなんかの手違いで反映されてないのかもしれませんので、そういう場合は、すぐに5万円充当しますっていうふうな返信メールが来ました。でも、原因がわからない場合は <laughs>、それは再審査しますってことだったんですけども、私もすでにね、英雄光になってますからね。 いや、これでもらえなかったら痛いですよ。何のために切り替えたんだってことになるじゃないですか。いや、5万円くださいよ。って感じで、モッピーの方ね、えー、こういうふうになりました。で、ちなみに紹介人数は90人なんで、えっ、ー、と、300円でしょこれだけでも2万7000円ですね。紹介だけでも。まあ、ですんで、私みたいに、モッピーの案件をするたびに動画に撮って、動画の概要欄に、ここからあなたもモッピー登録したらいいですよっていうふうにやっておくのは、これだけ効果があるってことなんですよ。 ま、ですんでね、紹介でも、こうやって、紹介料300円もらえますし、これによって、モッピー参加した方には、お手伝いもできますしね、みんなが良くなると思うんですよ。当然、モッピーっていう会社も、このモッピーっていうサイトがね、いろんな方に利用されることによって、収益を得れるわけですから、みんなで万歳なわけですよね。えー、ということで、えー、前半部分は以上のようになります。はい、えー、後半部分です。 え、これね、1月にアカウントを作って、で、そのまんま放置してるんですよね。私まで案件1個もやってないんですよ。で、今、現在反映されてるポイントが6万4ポイント。いわゆる6000円分になってますよね。これは、私が洗う、笑うっていうね、このポイントサイトを始めて、で、どういう風に進めていこうかなっていう風に考えた動画を出して、いや、もしね、笑うっていうポイントサイトをやる方がいましたら、私の紹介で、 えー、アカウント作ってくださいみたいな感じで動画概要欄に紹介用の URL を残しておいたらあ、ありがたいことにですね、20名ぐらいの方がこの2ヶ月で参加していただいて、で、合計6000円になったってことなんで、何もしてなくても6000円、おかげさまで、えー、いただいてます。で、これもね、現金化して、まあ、ああの、はっきってタイミングが悪いと言いますかね、笑うをやろうかなと思ったら、その、暗号通貨とか、特に A だとかがね、 ビットコインとか、イーサリアムが値上がりして、なんか儲かっちゃったんで、本当にね、申し訳ないんですけども、この1000円2000円ずつコツコツ貯めるのが、なんかね、ちょっと力が抜けちゃったんでね、すいません、暗号通貨に集中してましたね、結構。それから FX も調子がいいんで、 まあ、ポイントサイトをやるよりも、相対的に FX とか暗号通貨やった方が、まあ、儲かるなっていうことで、より儲かる方にエネルギーを傾けた瞬間、あの、笑うっていうポイントサイトが放置されちゃったんですよね。で、多分これからもしばらくやらないと思うんですよ。申し訳ないですけども。うん、ということなんで、ちょっとご容赦いただいて、あ、日線が、ちょっとパーセンテージいいですね。日線で買い物しようかな。うん。まあ、ポイントサイトね、 あの、安定して稼ぎはするんですけども、相対的にもっと稼げる案件を見つけちゃったり、もっと稼げるようなね、投資とかビジネスをされている方は、もしかしたら、やる気がなかなか起きないのかもしれません。えー、ですんでね、この辺は、すいませんけども、 ポイントサイトを一生懸命やった方が稼げるのか、ポイントサイト以外をやった方が稼げるのかっていうのは相対関係にもなりますんで、えー、時間の余裕がね、ない方は一番儲かるやつから順番にやっていくってことになりますし、まず時間が空いてるようでしたらね、ポイントサイトちょっと一日一件ぐらいやっとこうかみたいなのでもいいと思います。 えー、どちらにしましてもね、私ね、一番最初に副業を始めようかな、これから何かできないかなっていう方には、ポイントサイトを絶対的にお勧めします。で、ポイントサイトをやる際には、紹介料っていうのが非常に大きなポイントになりますんで、やっぱり YouTube を始めていただいてね、ポイントサイトをやってることを YouTube で発信するってことで、紹介料をきっちりと上げていっていただきたいと思いますし、あの、自分の動画からアカウント作った方って、あの、動画の発信者に質問をコメントで寄せる例っていうの多いんですよ。 じゃあそういう方との信頼関係を強くして、その方と一緒にできるビジネスがないかなって考えていくのも一定だと思いますよ。じゃあ本日は以上になります。ポイントサイトのその後でございました。ありがとうございました。